文化放送から生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストは元日経新聞記者でフリージャーナリストの後藤達也さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますでは後藤達也さんのプロフィール紹介島田さんお願いしますはい後藤さんは2004年から2022年まで日本経済新聞の記者として金融市場金融政策財務省企業財務などの取材を担当 2016年から2017年コロンビア大学ビジネススクール客員研究員2019年から2021年ニューヨーク特派員にそして今年4月日経新聞を退職して独立し、うん、フリージャーナリストになられました現在はマーケットの動きをツイッターユーチューブ TikTok などの SNS で発信とにかく早い速報短々解説には注目が集まり多くのファンを獲得 ツイッターのフォロワーは37万人、うん、YouTube の登録者数は18万人に、そして先月13日から始めたノートのサブスクは、3週間でおよそ7000人が申し込むほど話題となっていますなるほど、えー、もともとこう日経新聞のこう記者だったときには、どういうお仕事をされてたんですか、はいえー、基本的にはなんか株価とか、はい、為替とか、あと金融政策とか、その辺の話が中心ですね。で この4月に日経新聞をお辞めになられて,、はいてはい、フリーになろうと、はい、このフリーになろうと思ったきっかけはだやっぱりこの新聞ビジネスって、まあ、今日経新聞頑張って電子版とかで収益は稼いではいるんですけど、うん、10年後20年後どうなってるかって分かりにくいところってあるじゃないですか、うん、で今一方で SNS みたいに一人でも結構いろいろ発信できるわけですよね、うん、15年前とかだとそれこそ会社の力を借りないといろ、うん、んなもの発信できなかったわけですけど、まあ、そういう意味ではいろいろ情報の集め方も変わっているので、うん、えまあリスクは あるけどちょっとチャレンジしてみようかなというところでいったとこですね。周りの同僚の方とかって辞める時なんか言ってましたか、ね？うんとまあでも同僚とか後輩の人はかなり応援してくれる人が多かったですね。逆にでもやっぱりこう十歳二十歳上の人たちになると、まあ、大丈夫かとか、うん、あの、うん、やっぱりこう,うん世代の差みたいなものは反応で結構騒ったなっていう感じはしますよね。うん、なるほどね。なんで辞めんだお前みたいな、はあ、何考えてんだみたいな感じの雰囲気はやっぱりあったっ、ね。信じられない。 ってことでしょ逆にもともとツイッターとかやってたので、うん、あの20代とか30歳ぐらいの人は絶対、ごさんやめた方が伸び伸びできるし、うん、多分金もだんだん稼げると思いますよみたいな感じで全然ややっっぱぱ世代で差ががありりましたよね、うん、反応表現する幅みたいなのはフリーになった方が広が広った感じがす、はいはいはい、そうです、ねまあもちろんその新聞にしてもテレビにしてもそうですけど、うん、例えばテレビだってその演者さんのやりたいことができるわけじゃないじゃないですかすべ、うん、てが、まあ、いろんな調整があるわけですよねスポンサーとの関係も、うんで。新聞も当然自分が取材して書きたいって いうことをかけるだけではなくて、うん、あのいろんな調整があるわけですよね。でも SNS ってもう完全に編集権が自分に一人にあるわけなので、うん、まあやりたいことはやれるし、やりたくないことはやらなくてもいいし、うん、忙しいときはここは削ってとか自由にできるので、まあそこはだいぶ楽ですよね。うん、だいぶ楽になってますね。フリーになって、うんまあまあやりたいようにやれるっていう意味では精神的には <laughs> なるほどあのいいところあるかなと思ってますね。<laughs> マネージメントみたいなのはどうされますか？いやも<う>そもそも全部自分で、もう全部自分でも請求書出すのとか細かい。 深いアポ調整とか全部一人でやってるので、だそこはだからまだフリーになってまだ四ヶ月ぐらいなので、うん、あのこれからどうやってその辺効率化するかは考えていったりしないといけないなと思ってるところですけど、うん、まあ一人でまずどこまでやれるかとりあえず限界を限界をいろいろ見てみようって感じですね。その解説がね、こう淡々解説めちゃめちゃ早くてわかりやすく解説してくれるっていうここがまあ注目されてますが、ここはやっぱ 心がけてることっていうのはどういうところですかそうですね結構あつしさんって日経新聞って読まれたことってありますほとんどないですか、まあるんですけどでもそんなにこう たくさん手に取るって,思ってはないで結構やっぱり私勤めてた私が言うのもなんなんですけど、うん、結構難しいというか、うん、その読むにしてももう前提の知識これ当然知ってますよねっていうような感じの書き方が多い気がするんですね、うんえー、すごくまあ経済の意識の高い例えば日本の 1%2% ぐらいの人であればあこんな感じが心地いいっていう記事かもしれないんですけど、うん、世の中の人ってそこまでやっぱ経済詳しくないし、うん、でも一方で詳しくないからといって全く関係ないわけでもないんですよね。よねみんな仕事もししてるし うん、みんな運用するかもしれないし積み立て NISA とかやるかもしれないってなるとちょっとやっぱ知っておきたいっていうところあると思うんですよね。うん、なのでそこまで関心高くないし経済のそんな勉強に一日何時間もかけられないけどもサクッと知れるんだったら知りたいって結構ニーズ割と広いんじゃないか場合によっては何千万人いるんじゃないかっていう気もしたのでだからそういう点でそのものすごい分厚い本をしっかり読むっていうよりもサクッと5秒10秒であの何かこうあそういうことなんだっていうぐらいの感じのものを見せられるものないかなと思って。 ツイッターなんて本当にもう秒単位の世界なので、うん、秒でなんとなくこう、えー、ビジュアルにわかりやすく見せるとかその辺はちょっと意識的にやったりしてるところですね。今日はおしゃべりでわかりやすく教えていただきたいと思。で、はい、もすでにわかりやすいですよね。えー、皆さんが質問も増してます。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク jyqr.net。ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。 あなたからのご意見お待ちしています。では、リクエスト曲いただきたいと思いますが、何にしましょうか?。はい、えっ、ー、と、ルイアームストロングのファットワンダフルワールドなんですけども、はい、まあ、あの。 何か私別にジャズとかに詳しいわけじゃないんですけどアメリカ行った時に行った街ではニューオーリンズが一番こう雰囲気が好きで、うん、最近、日本戻ってきてからもこう、えー、仕事する時はユーチューブとかでニューオーリンズジャズとか、うん、あの検索したりしてそのまま BGM で流したりしてるんですよね。うん、その中でまああの代表的な人ということでちょっと1曲選ばせていただきました、まあ、あのベタすぎるかもしれないですけど、まあ、いつ聴いても心地よい曲かなと思って選ばせていただきました。さんもお聞きくださいどうぞ、はい FM 九一六 AM 一一三四ラジコでも聞けます。文化放送田村敦氏のニュースクラブゲスト、元日経新聞記者でフリージャーナリストの後藤達也さんとお送りしております。はい、メールを紹介します。こちらたかちゃんアブラゲドの関良さんです。円安物価高などなどいいことがない日本経済ですが、こんな中でもしっかり儲けてるのはどんなそうですかって来てます。うん。あ、う、る、ん。 あのーまあ、円安、確かに今、悪い円安って言われること多いんですよね、うん、その実際、iPhone も値上げになるとか、ですね食品、スーパーで売ってるものとか、ガソリンも値上げになっちゃう方向なので、辛いんですけど、うん、十数年前って、円安は日本経済にプラスだって言われてたんですよね、でうん、一番やっぱり大きいのは輸出産業ですよね、あの円安になればそれだけ海外で売る時の競争力も強まるので、今、トヨタとかすごく儲かっていて、つい数日前ですけども、えー、年間の利益1000億円、情報修正、円安のおかげで。うん あの5月に発表してた計画と、それから今2か月ぐらい経っただけですけれども、それだけで1000億円という感じなので、基本的に輸出企業はすごく潤っている、そのお金がまあ国内で例えばいろんな設備投資だとか、従業員雇って給料を上げたりとか、そういう感じでうまく循環していけばいいですけどね、なので悪いことばかりではないということだと思いますけどねなるほどね。 どうしてもね、ニュース悪いことばっかりがね、伝えられますけど。いいこともある。基本的に報道って、こう困ったところに焦点当てられやすいバイアスが若干ありそうな気がするので。喜んできてる人は、あんまりこう焦点当てられないっていう。この後で、よお願いします。田村淳のニュースクラブ、今週のすごい人、今日はゲストに、元日経新聞記者でフリージャーナリストの後藤達也さんをお迎えしております。さあ、まあ、ここから後藤さんに話を聞く前に。 後藤さんが淳さんに聞いてみたいことがある、うんあ はいあのー、いや本当にご一緒させていただくのすごくありがたく思っていて私も今、ちょっと独立してこれまで新聞で、うん、あの文字で記事を書いてきたわけなんですけども最近、テレビとかラジオとか読んでいただくようになって、うん、いろんなメディアに展開している中であのまあテレビってこうオールドメディアとかオアコンっていう,ふうに言われたりすることもありますけども、はいうん、一方でやっぱりこう実際触れてみるとこういろんなノウハウの蓄積だとか影響力とか改めてすごいなと思ってこて外で見てたよりテレビってやっぱすごいんじゃないかとかですね、うん、ラジオもすごいんじゃないか。 っていう,ふうに思るるところあるんですねででそれこそ淳さんって昔からテレビ出てらっしゃる一方で、はい、ツイッターとか YouTube とかコミュニティもやってらっしゃって、うん、それでいてまだテレビもたくさん出てるっていうあの淳さんからするとこのテレビのポテンシャルというか、うん、20年前と比べてどう変わったのかあ,<ー>あとこれからの,その役割とか。うん あんまりそういうこと僕メディアで語ったことないんですけどでもいや,聞か,いやい聞かれれば全然僕が思ってることは語れるんですけど、はい、僕が思う,こう今そのテレビとかラジオの役割って昔のこう文化形成文化を作るっていうところに関しての能力というかその役割が終わって。はい、なるほど ある事実をたくさんの人に広めるっていうもともとその持ってたマスメディアの力みたいなのだけが残っていて、はいはい、ここに文化を作ろうなんていう色を こうなんか見せ始めるとなかなかそこには視聴者がこうやってきてくれなくてなんか堂々とマスメディアをしていればそれだけでも機能が果たせるっていうふうに僕は感じていてでそもそもの制作能力みたいなのはここに使うんじゃなくてもっとそれこそ違うメディアにそれこそ テレ東がやってるテレ東なんだっけ、なんとか、テレ東ビズとか、なんか別のところに制作能力を振っていけば、制作能力は維持できるし、マスメディアとしての役割は堂々とやることで、YouTube とか面白いチャンネルってたくさん出てきてるじゃないですか、それをただ紹介するだけでも、俺、マスメディアはいいんじゃないかなと思います、今、こういうチャンネルのこういう人が面白いですよだか。らまあ 淡々ととやることが求められてんじゃななないかとと僕はんあ,じゃあ逆に言うとその文化を作るみたいな役割は YouTube とか SNS の方が今主戦場になってきていると。ねぇ TikTok なんかがもうまさに文化も作るし情報発信力もあるしえでも逆,逆に言うと今もあつさんってすごくたくさんテレビも出てらっしゃるじゃないですか、はい、それってこう、はい、いろいろこう限られた時間の中でリソース配分されるわけですよね。はい、ど,どういうこういこ あのプラットフォームというかテレビのお仕事の中でのテレビっていうのはどういう場だっていうふうにもともとテレビが好きなんで好きだからやれるっていう部分と、はい、こうマスに向けてやってる自分と、はい、こう YouTube みたいにコアに向けてやってる自分のちゃんと境目が分かるためにもどっちかにしか身を置いてないといけない、はい <laughs> っっていいう人だとそれがわからないので<ー>やっぱ,やっぱこうつなぎができる人っていうのはどっちの部分も理解してるっていう人がこの先必要なんじゃないかなと<ー>そこにベッドしてるんですすよねすごい結構でもこう YouTube に一気に軸足移してもテレビほとんどやらないっていう人もかなり、うん、多いじゃないですかす、ね、で両方やられるってすごい、はい、すごい器用さっていうのも私が言うのも鮮烈なんですけど。多分 器用なんですけどでもどっかに突き抜けないっていう自分が分かってるのでそれこそ,そのネタをやる上で舞台の上でネタを追求するタイプの人間じゃないっていうのは分かってるので、はい、だからいろんなところにこう顔首を突っ込んでおくことで、えー、利益が得られるような仕組みを自分で、えー、作ろうとしているっていうのが 答え合わせです<ー>。<laughs> ちなみにこのラジオ番組はどういう位置づけになるてますか？<laughs> ラジオ番組はえっと <laughs> 僕がこの 社会問題に関心を持つきっかけになったのがこのニュースクラブという番組です<ー>ここで週に1回社会のこととか政治のこととかを話すことで自分があ、はい、考えなきゃいけないとか学ばなきゃいけないなとかま,また発信することで自分がこう学んできたことがよりこうなんか自分の知識として強くなっていくみたいなことが<ー>このニュースクラブにだから僕育てられてるっていうのはあると思います。へー これは一番文化放送の人が聞いてて気持ちいいやつ。<laughs> <laughs> ま番組一回目の後のなんかインタビューみたいなね、応募者のインタビューみたいな感じ <laughs> すごいすごいゲス,、ね、<laughs> ゲストにこんなに質問が。テレビの役割どう思いますかね。気づきはどうですかみたいなね。いやでもや大変する、ね、いやいや早速話してんだなと思いますけども、<laughs> 逆に後藤さんはテレビとかそのマスメディア。はい あの、今、今後ね、たくさん出ていくようになると思うんですけど、えー、どういうふうに捉えてるんですか。いや、でも、やっぱり、こう、伝え方って全然違うじゃないですか。うん、テレビとユーチューブって、同じ映像でも、やっぱり尺の使い方も全然違うし。うん、こう、なんていうんでしょう、どういうところが面白がられるか、まあ、年齢層も全然違いますよね。はい、なので、まあ、いろいろ幅広く試してみたいなっていう気はするんですよね。うん、で、あの、まあ、いろんな人に、こう、金融リテラシーみたいなものが高まればいいなっていうのが。自分の仕事の理念的なところがあるので、うん、刺さりやすい人、刺さりやすい年齢層だけっていうわけじゃなくて。 も10代の人にもこう触れていきたいので、うん、そういう意味では YouTube 一本足打法っていうよりも不慣れであってもテレビに出たりとか雑誌に出たりとか直接学校に行ったりとかそういうことはなるべくやってみたいなっていう感じですねななんかもうイメージでと10種競技で10種、うん、ちょそんなに一個一個うまくないけど多少はやり投げもできるとか多少走り幅跳びもできるみたいなそんな感じのイメージ。うんうん、僕僕もももそうあれが一番好きなんですねよりもその特特化化した、ね、経済にめちゃめちちゃゃ してるじゃないですか。まあ、ネタは経済ですよね。そのプラットフォームはいろんなところで試してみたいっていう感じですよね。でも、本当でも今まで紙でこう記事ばっかり書いてきたので、全然違うので、あの慣れてない筋肉で。使ったことのない左足で、今左足の筋トレしてるみたいなところがある。今日で今日はじゅラジオ。ほぼ一回だけ、二三ヶ月前に、あのお邪魔したことあるんですけど。二打席目ぐらい。二打席目。はい。結果出しすぎでしたね。今抑えておきたい。 経済トピックということで、ちっと2打席目いろいろちょっと教えていただきたいんですけど、はいはいね、まあ質問はちょっと厚一さんからですかね。まあその。 やっぱりにアメリカの景気にものすごく影響を受ける日本じゃないですかアメリカの今、景気がちょっと後退しているっていう風な話を聞くとってことは日本はこの後、まあとただです、ね、まあ、日本は日本の事情があると思うんですけどさら、はい、にこう悪くなるのかそれともその円安っていうものを利用してさっき、ね、あの利する部分もあるんだっていう話でしたけど、はい、どう,どうなんですか、えー、いやまずはアメリカの景気として。まあまあ基本ははアメリカ経済ってのの世界の 中心ですし。しまあ、中国はちょっと特別に動いてるところはありますけど、日本はやっぱり良くも悪くも、ものすごく影響を受けるので、うん、アメリカが転んでしまうとかなり厳しいですよね。今現状でも日本って景気がこう。パッとしない状況の中なので、うん、まあアメリカが景気後退に陥ると。 非常に危険だなっていうところはありますよね。で、まあ、その中でまあ、景気後退を陥るかどうかっていう意味では、とにかく今大事なのはインフレの状況なんですね。うん、で、今そのアメリカではあの cpi っていうあの、えー、物価の指標があるんですけど、これって前年同月比で9%の上昇なんですね。これって40年ぶりのインフレになっていて。はい でまあ、9%って別に1万円のものが1万900円ぐらいだったらいいじゃんって思うかもしれないですけど指数で9%ってめちゃくちゃ高いんですよ。今日本って結構インフレインフレって言われてるけど2%なんですね。それが9%なのでも,うものによっては毎年2割3割ものが上がっていくっていうような感じになってて。 でかつその生活必需品に近いところ食品だとかガソリンとか、うん、そういうところが上がっているので今、本当に低所得者層の,あのアメリカの消費っていうのは本当に苦しい状況になっているんですよね。2か、うん、月後ぐらいにあの、えー、中間選挙がありますけど3ヶ月後ですかね、はい、あのバイデン大統領もその経済においてはこのインフレっていうのが最大の問題となっていて、うん、これがまあ収まらなければ景気後退に陥るリスクがあるというところですね。うんうん、非常にそこ重要なポイントですね今それをを抑えようとして金利を上げて、うんうん これによって景気がまあ冷やされるんじゃないかということで株が安くなったりとか、うん、まあ逆にちょっと円安が止まってきたりとかしてるんですけど株安っていうのは今おっしゃったようにその、えー、物価をなんとかしてこのインフレを抑えないといけないっていうふうになってるんですねでそのために中央銀行が利上げっていうのをやって、はい、まあ金利が上がると例えば住宅買いにくくなったりしますし、うん、あの例えば 小さな店舗であっても,も一、もう1歩もう1店舗出そうかと思っても、金利が高いとなかなか難しくなりますよね。うん、そうやって経済をこう。少しこうブレーキをかけることによって、何とかインフレを抑えようとしてるんですね。うん、ただまあ、インフレを抑えるっていうことに意識が向かう。あまりブレーキを踏みすぎると、当然景気がめちゃくちゃ悪くなってしまって、場合によっては失業も増えちゃうかもしれないっていう。まあ、また先の状態ですよね。インフレを抑えるのか、景気を支えるのかっていうのがすごく難しいところになっていて、うん、今のところはそのとにかく、まずインフレを抑えようよっていうところを重視してるので、多少景気悪くなって。 ないよねっていう感じなんですけどうん、うん、どこまで悪くなるかわからないっていう感じですよね。<ー> これ僕、ウェルスナビみたいなアメリカの株とか欧米の株をなんとなくまとめて買って運用するみたいなあれいですかそこでちょっと前まであまり利益が出なかったのが最近、ちょっとだけアメリカ株で利益が出てるような気がするんですけどそれはですねまず今年の6月ぐらいまでは結構株下がってたので多少運用は 悪くなってたかもしれないんですけど今言ってたようなインフレとか利上げとか景気悪くなるかもしれないっていうのはある程度、うん、えまあ起こりうるよねっていうふうに認識されてきたんですね、はい、なのでそれ以上株価が下がりづらくなってきたっていうのが一つと<ー>もう一つ大事なのが円安なんですね、はい、要するにあの115円だったのが今135円とかになってるのであの20%あのドルで持ってると利益が出ることになるんですよ あーそうだ株価が20%下がっても円安で20%上がってたら総裁されるし、うん、その中で株価今20%下がったと言いますけど10%下がったのにとどまってれば、うん、円安20%ーなればむしろ円ベースでは利益が出てるっていう計算になるので、うん、なるほど淳さんみたいにその海外資産たくさん持ってる人はさっきのトヨタじゃないですけど、うんうん、結構、円安で懐が厚くなってるっていう,う,いうこと,ところが。かだからあんまりアメリカ経済がなんかこう冷え込んできてるっていうのに利益が出てるから。 俺がなんか特別なんか偏った株買ってんのかなとめやしそういうことですね。安い,い商品とかでもないと思います。あ、それはマーケットのその円安によるその利益幅があるってことなんですね。そうですね。な、ね、そういう意味で言うと円、円で円建てで見たあのアメリカ株って今過去最高値ぐらいなんですよね。だから例えば去年の今頃買ってたとしても円に直すとうあの儲かってるっていう計算になるんですよ。うん だここでだから言い換えると今円安で大変だ大変だって言われてます言われてるじゃないですかで仮にこのあと仮にですけどね150円160円ってなったとしますよねその時にある程度アメリカの資産株でもいいですし不動産でもいいんですけどもあるいは単にドルを持ってるだけでもいいんですけどそうしとくとある程度ヘッジ保険になるわけなんですね逆に日本の円銀行預金しか持ってませんってなった場合にはそれこそ iPhone の値段が12万円から15万円に値上がりますってなったら 銀行預金は減らないですけども、うん、買うの負担が増えるということは結局実質的に資産が目減りしてるってことになりますよね、うんうん、そういう点ではまあ海外の資産をある程度持っとくっていうのは、まあ、円安に対する守りになるっていうのは特にこの半年の動きでかなり意識されるとこかと思いますけどね <laughs> むちゃくちゃ分かりやすいね <laughs> なんかグラフとか何も使ってないですよ <laughs> ね<え>。ねえ でも円安メリットを受けてる人す逆に言うと円安が緩和されていくとこの今出ていた利益はそれ相殺されていくってこともあるもちろんですだから円高が進みながら世界の株が下がるっていう時もあるのでそういう時は日本人がアメリカ株持ってる時はものすごく痛手を膨る,る例えば過去のリーマンショックの時なんかもそうでしたけど、うん、なのであのえじゃあだったらもう全資産アメリカ株で,株で持っておこうっていうとそれはやっぱりリスクは取りすぎなのでまあほどほどにですね逆に全然持ってないっていうのも やっぱり円安が進んだり、うん、日本でインフレが起こった時には。あのー 実質的に損してしまうところがあるので、まあ多少は持って守りの投資みたいなガンガンゴリゴリ儲けるぞってよりも、自分の将来の購買力をある程度保つために分散するためでね。分散すていまだそういうウェルスナビとかすごくいい感じで分散してると思いますけどね。はい、ゴリゴリ用されてるんですかウェルスナビ。そうです。あのいいと思います。だんだんあの日本経済の話から個人の経済の話、もうすごいシフトしてますね。めちゃめちゃ安心した。皆さんのためにね。皆さんのためにちょっと。 まあ日本も一応まあパーセンテージとしてはアメリカの9%と比べるとまあ随分低いですけどやっぱりまあ日本もまあちょっと インフレ傾向ですけど、はい、この日本のインフレってのはどうでしょうか。日本のインフラそうですね。あのアメリカと結構違うところがあって、うん、アメリカはさっきま生活必需品が高いっていう意味では日本と一緒なんですけど、需要もすごく強いんですよね。うん、でコロナで2020年の春にコロナが襲ってきて、すごいま財政出動とか日本の比較にならないぐらいものすごくやって、まあ国民にもたくさんお金が入ったんですね。うん、なので今あのアメリカ人って過去にないぐらい懐,懐が潤ってるんですよ。うん、でかつまあコロナからのリベンジ消費みたいなのもあるので。 需要ってあの今、ちょっと若干、かげり始めてるところあるんですけど水準としてはめちゃくちゃ高いんですねで価格ってどうやって決まるかっていうと需要と供給なわけですよね、はい、高い金出しても買いたいという人が多かったら値段は上がるし、うん、でもそんなにああの売ってあげられるほど物ないよっていうと値段が上がるわけで今、両方聞いてるんですけど、うん、アメリカこの需要もめっちゃ強いし供給がいろいろ制約がかかってるっていう状況なんですね。うん でじゃあ日本どうなのかっていうとこの供給の問題は結構似てるんですよ、うん、例えば原油価格高いし、うん、半導体が足りないとか起こってるのでここは一緒なんですけど需要は結構弱いままなんですね、うん、個人消費ってコロナ前と比べてもあまり変わらないぐらいの水準になっていて、うん、あの弱い状況なので結局、これってその需要主導のいいインフレじゃなくて、うん、物が足りないとか原油とか小麦が上がってるっていう,もうやむを得ないインフレ、うん、悪いインフレっていう感じなんですね。はい、だから カップヌードルとかポテトチップスとかも値上げしてますけど、うん、そのリリース出すときに今まで我々もすごい事情努力してきましたと、うん、なんとかコスト削減で、ね、値上げしないようにしてきたんですけどもうこういうご時世なのでやむを得ず値上げさせていただきますっていう苦渋の決断のようなリリースを出してるんですよね、うん、うん、だから、うん、そういう意味でいいインフレではないのでやっぱりみんなにとっては苦しいですし、うん、特に、えー、所得が低い人たちにとっては厳しいような状況なので今後まあ景気にも悪影響が出てくるという意味ではアメリカ以上 にこう、まあ、あの、アメリカほど、インフレの勢いは強くはないんですけども。うん、構造としては、まあ、暗い構図であるっていうふうには言えるかなと思いますね。そうなってくるとします。どうすればね、その、日本の、えっ、ー、と、消費が。うん うん、ちゃんとこう消費行動が取られるのかうこ、ね、やっぱり週に34回はスーパーに行ってこう野菜とか見ててもちょっと23年前はもう買い割れ五50円台になったら絶対買わないって決めてたらまあそれ守れてたんですけど今もう買えないしピーマンとかナスビーとかほうれん草とかちょっと使いたい野菜も前はギリ98円まで来ないかなと思ってたけどもうそんなこともないしその目の前で野菜とかが ガンガンに値上がりしてるの、を日々実感してるので。はい、あの黒田総裁の話じゃないですけど、うん、なんか、えー、国民がインフレを許容してるとか。うん、スーパーも行ってないおじさんが何言ってるんです、うん <laughs>。そうです、ね、そこのなんかズレがあるまんま、インフレが続いちゃうと、結局。うん、なんか普段の生活で買えないものばっかり増えていくような気がするんですよね。うんはい、そうですね。いや、まさにおっしゃる通りですよね。で結構その、じゃあ対応どうするのかっていうと、さっきそのアメリカでは中央銀行が利上げしてるって言ってましたけど。うん、じゃ、今の黒田さんの話出ました。はい 日銀が利上げできるのかっていうと、うん、利上げしたら円安は止まるかもしれないですけど利上げってさっきも言いましたけど景気冷やしちゃうわけですよね、うん、あの例えば中小企業が借り換えできないかもしれない例えば個々のラーメン屋さんがもう経営も回らなくなるかもしれない、うん、そんなことまでしてまで円安止めるのかっていうと多分そっちの方が問題なんですよ、金利上げちゃうとやっぱり日本経済弱くなっちゃうのでだからその日銀としては緩和続けざるを得ないですね、うん、低い金利を続けざるを得ない。 なのであの金融政策サイドから円安を止めるっていうのは難しいしインフレはむしろこれまで目指してきたものなので、うん、じゃあどうすればいいのかって,言って、う、ま、と、あ、基本的には政府の財政出動で、うん、そういう例えばその、えー、石油の業者に対して補助金を出すだとか、うん、あるいはその、えー、所得水準の低いような人たちに、えー、お金をこう配るとかですね、うん、そういうことをして、まあ、苦しさを防ぐっていう、まあ、対症療法ですけどね。うん 進めざる得ないいってうのが対処療法をしている間に外的要因で何か景気が上がるのを待つしかないってことですかそうですねあとは原油とか穀物とかってどうなるかわからないので仮にロシア情勢が改善したりとかすれば今、ちょっと原油とか小麦の価格も下がってきてるんですけどそういった外のインフレ要因供給の方の要因が和らいでいってくれればそういう困った値上げっていうのは減るかもしれないですね。そこちちょっと待なががら景気 年割と温まっていくのを待つしかないっていうことですけど、あ<ー>まあ。もどかしいんですね。もどかしいですよね。で、しかも危ういんですか、そのもどかしい状態を今。はい、そういう、えっと困った人にお金をっていう対策をやっ。はいはい さら、はい、に悪くなる可能性も秘めてるって、ね、そうですねともとやっぱりその消費意欲って弱いですし、うん、企業の設備投資とかも弱いですしさら、うん、にあのアメリカもひょっとしたらこけてしまうリスクもあるってなると、うん、目先この半年1年って見ると、うん、やっぱり暗い材料が多いっていうのは実態ですよね。<ー>うんまあ、そういう点では、まあ、長い目で見て、えーまあ、そういう財政も出したりとかして少しずつこう消費とか需要を温めていきながら、うんうん、まあ 漢方療法みたいな感じかもしれないですけど時間をかけて景気を温めていくっていうことにかけるしかないですよねうん,うんそっかなんかすごいブレイクスルーですごくいい、あのー、対策があって一気に良くなるなんていうことはなかなか描きづらいっていうのは、まあまあ、残念ながら実態かと思いますけども。ってことは、えっと、お給料が上がるタイミングみたいなのも、はいはい やっぱり景気が安定してこないと企業はお給料上げてもいいよとはやっぱり賃金って本当に重要なポイントだと思うんですけれども、えー、例えばこの10年間あのいろいろ経済対策とかしてきましたけれども、うん、賃金上がってないんですよね。うん、で国際的に見ても主要国の中で例えばこの10年20年で見てみてもあの日本とイタリアぐらいはもうほとんど上がってないような状況なんですね。うん、やっぱり賃金が上が上らららないいいと消消費費しししづづです 企業はなかななかか稼ぎが増えないしうん、うん、そうすると企業も賃金上げられないしっていう悪循環になっちゃうところがあるんですね。うんうん、これどっかが良くなれば好循環になり始めるはずなんですけどもそこがまあこの10年いろいろ経済対策やってもなかなかうまくいかなかったっていうところがあるのでなんとかこう賃金が上がるっていうことは一つの大きなポイントですよね、うん、賃金が上がり始めればいろいろ将来不安とかもえ薄らいでくるようなところもあると思うのでそこはポイントですね。まあ、海外ととかかもねインフレの度にというかやっぱりうん、うんはい 給与も上がっていく今世界がこうどんどんそうそう。<laughs> ね、インフレもし給料も上がってくる <laughs> <う>日本はそこについていかないとまあさらに差が広がっちゃいますよね。うん、物価が2%上がっても給料が34%上がってたら全然いいわけじゃないですかで,す、ね、でも今物価2%上がってるのは給料がほとんど上がってないってなると辛いところがあるので、うん、まあそこですね、うん、まあなのでまあ今賃上げを促すように政府がいろいろ働きかけてたり、うん、まあ,あとまあ大事なポイントは雇用の流動化がもっと進んでいくかっていうところだと思うんですよね。うん、だかららお金を払わないととどめてられる、うん ないいいいとう状況がが作れた方がいいってこですね、まあうん、私自身も会社辞めた経験もあるわけですけども、うん、今だいぶこう、えー、辞める人って増えてきていて、うん、それは単に20代だけじゃなくて40前後の人も結構増えてきてるんですよね。うん、あの例えば2 3 0年前であればこういう大きい企業に入れば多分60歳まで潰れないだろうっていうふうに思ってた人多かったと思うんですけど、うん、今はなかなかそうでもないし、うん、あの日本最強のトヨタだって今テスラみたいなものが出てくるとですね、うん、60 20歳の若者から見て60の時 までトヨタは盤石だって思えないかもしれないですよね。うん、だからそういう意味ではあの本当に会社に一生勤めるんじゃなくてどんどんこう、えー、転職してても、うんえー、まあ、自分のやりたい仕事を稼げる仕事、うんえー、やりがいのあるものっていうものを探っていこうという気運は広がってきてるので、うん、それがもっと広がっていけば多分賃金ももっと柔軟に動いてくると思うんですね。そうですよね。だ,うん、だって払わないととどめられないし払わないといい人がい あの来ない,っていう状況ですよね,すね、うん、だ経営者からするとどうせお前ら辞めないんだろうっていうふうに思われちゃうと、うん、あの給料上がらないので、うん、むしろでもこいつなんか優秀だし辞めそうだってな,なるととどまってる場合でも上げてくるようなところがあると思うのでその辺はまあ政府もいろいろ働きかけたりしてますけど、まあ、お上がどうこう言うよりも一番聞いてくるものは若者の意識の変化だと思うんですね、うんうん、でその辺って今20代かなり変わってきてると思うので、あのー、多分経営層もえ今かなり意識は変わってきていて。うん あの賃金ちゃんと上げないといい人ついてこれないって思ってる企業はだんだん増えてきてる感じがあるので、まあ、そういう流れが広がれば賃金のさっき言ったその賃金消費が弱い、えー、企業が儲からない賃金が上がらないってい悪循環もだんだんほぐれてくるかもしれないっていうのはあるかもしれないですね。うん 少子高齢化で若い人をこう自分の会社に来てもらおうと思ったら今まで通りにはいかないはずですもんね人数が少ないから人数本当そうですよねねえだから払うも払ってっていうことしないとでもまだ今払ってない状況ですよねそうですねだからまあそういう会社もなかなかこう何十年も続けられるかわからない世の中になってるし人も少ないしあと何よりも若者の価値観って変わってきてると思うんですよあのとにかくお金を稼ぎたいとか役員になりたいみたいなそういう意識 っっっててててるる人って結構減ってきてると思うんですねだからまあそういうあの価値観の変化に沿って経営サイドもうまく動いていくっていうのがあの半年一年の話じゃないですけどね、うん、5年10年のスパンでもっと動いていけばいいなと思いますけどね。うんはあ、すっげえあともう全然経済のこと分かってないんですけど給料が上がらないっていう部分を行政の人ってあの、えー、とななんていうんだあのー 民間じゃなくて、えっと。政府じゃなくて、あの役所の人たち。えっと、官僚。官僚とか、その、あ、公務員。公務員の給料から上げていくっていうのだと。ちょっと無理があるんですか。国民理解が得られないと。うん、そこはそうですね。国民の理解得られればいいですけどもね。公務員って結構な人数いるじゃないですか。あの辺の給料が上がると。まあ、その人たちが、その消費してくれた結果、景気に何かいい。 刺激を与えてくれるんじゃないかなと思うんですけど。やっぱり公務員すごく人数も多いので、あのコストは相当かかるし、世論の理解得られるかというところやっぱり。あれですよね。民間の給料がなかなか上がらない中で、先んじてやるっていうとなかなか。実現は難しいかもしれない。ですね一部の方で先に公務員の給与を上げた方が、民間の給与も上げるんじゃ、上がるんじゃないかって。おっしゃってる方もまあ、いたんですよね。ここの番組来た時ね。この間でもあれですあの日銀総裁会見で、いや、賃金上がらないんだから、日銀ももっと給料を上げ。 てくれって声がありますよって記者が聞いていて、うん、いやそうは言われてもちょっとなかなか民間に合わせなきゃいけないんでってクロさん答えてましたけどね。民間に合わせるんですね。<laughs> はい、まあやっぱりあの自分らだけ上がっていくとかっていうのはなかなか難しいところはあるかもしれないですよね。うん、面白い発想ですけどね。ね,ね、うん、いやでもすごい経済のこ難しいのに難しくない感じがするのがすごいですね。はい、なでもやっぱり経済って確かに本当難しいっていうところを意識持ってる人がすごく多いと思うんで。 うん、でもあの自分の生活にものすごく関わってくるし、うん、かつ私はもう運用なんて一切しないっていう人はそんなにいないと思うので、うん、なるべくこう身近に感じてもらえるような工夫ってこう経済のジャーナリストもしていかなきゃいけないなと思ってて、うん、だから難しいことを偉そうに難しく語るんじゃなくてなるべくこう噛み砕いたことをちょっと工夫していければなと思ってます。はい あまあ、経済の、ね、見通しは明るくないんだけど、はい、経済のことが分かると、うん、よりそのなんか自分の消費行動とかが変わってくると思うんで、うん、もっと勉強し、はい、できる範,、うん、範囲だなっていうふうに感じました、ね、結構いろいろつながってくると普通に面白いところって増えてくるような気もするのでまたぜひ勉強してお知らせなどありましたらありますか ああいや特にあうですとかそうですねノートとか最近始めたりするのでまあんか興味ある人は後藤達也とかで調べていただければありがたいですけどあとあれですね日経テレ東大学っていう YouTube で時々私出させていただいてて淳さんもゲストでいろいろと出てくださっていてあれ今。 登録者数が65万人ぐらいになってて、ビューもものによっては100万とかいったりする、ね、かなり伸びてるんですよね、あれもあの日系テレ東大学っていう名前だとすごく硬そうな感じがありますけど、うん、めちゃくちゃ柔らかい番組なので僕が参加できるぐらいなので <laughs> ぜひね、いろんな方に見てもらいたいた、ねえーえー、見てもらえると嬉しいですね。はいはい、そちらもよろししくお願いいまますまたぜひあのはいこ この番組の解説の方でもニュース解説でお越しいただけ呼んでいただければいつでも来ますのでよろしくお願いしますでは最後リクエスト曲聞いてお別れですが何にしましょうかあえっと上山中さんの人間の証明ですねこれあの松本ひとの放送室という昔あったラジオのエンディングテーマであってよく聞いてたやつなのでラジオではこれを流させていただけたら嬉しいなすごい個人的な事情ですまたぜひ遊びに来てください元日経新聞記者でフリージャーナリストの後藤達也さんでしたありがとうございました ありがとうございました東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマこちらあなたのささやかな贅沢、えー、ラジオネームかけそばさん、うん、栃木市56歳の方ですそれまでは1キロ100円くらいの安い塩を買っていましたある日スーパーで買い忘れてしまい帰り道のコンビニで 500グラム約300円の塩を高いなと思いながらも購入しました。うん、買って失敗し,し,したと悔やみました。今までの塩と全然違うのです。美味しいのです。もう以前の塩は使えません。私のささやかな贅沢。それは少し高めの塩です。まあ、ささやかな贅沢がもう日常になってしまもう, <laughs> う<ん>もうこれを落とせないな。こういうの落とせないんですよね。わかる。<laughs> そうですね。<laughs> あれピンときてないさいうんいやしおってそのいややっぱい,いい金額のもの出せばやっぱりいいんじゃないですか。そうん、連動してるんじゃない,い,いですか。<laughs> まあ合うし合わないしもあるでしょうけど、ね、そ<う>自分にね。うんちょっとでもなるほどなっていう感じました。<laughs> いや、こんなに、こう、やっぱ、円安の人には、こういう、ささやかな。円安メリットを受けている人には、こんなささやかな、ま、響かないのかなと思って <laughs>。他の、聞かしてもらっていいですか、ね。え <laughs> え、横浜市、パンチラ夢工房さんですね。私の、ささやかな贅沢は、妻の作る、つなぎなしの、牛ハンバーグです。息子は、これが、お袋の味だと言っています。そうなんです。<ん>牛のひき肉を、こぶし台に丸めて、中央をくぼませて、外がカリカリ。 中をジューシーに焼き上げるだけなんです、うん、もちろん<ー>玉ねぎのみじん切りも入っていません<ー>味付けは塩と胡椒とナツメグだけ、うん、シンプルイズベストといった感じです、うんまあ、肉肉しい、えー、パン粉とか豆腐とかでかさ増したりしないんですね肉だけで,かで、ね、<laughs> へー それをだから毎回やればいいんじゃない, <laughs> いやそういうことじゃないのひき肉いくらすると思ってるんですい <laughs> いやか牛ひき肉貸さないとね,ね<ー>サイズが全然違いますよねそ,そんなに変わるかな、ね、えこれ肉団子みたいなやつをこういろいろかさ増ししてるのにああ俺があんまり食べないからかな小食だからかな <laughs> <laughs> いや,いやかさ増ししなきゃいけないっていう状況があんまり <laughs> その <laughs> あの大学生とかじゃないんだからそ、ね、その部活やってる高校生じゃないんだからって俺よく言うんだけど、うん、そんなに食べないじゃない、うんうん、大人になって、うん、ま,まだ食べるかまあそうですね我々つさんが昼パン1個しか食べてるの見, <laughs> 見ないそう, <laughs> そうですよ、うん、それだけでも夕方まで行ってるわけですもんねだからんだったらそれ,それから食べない可能性あるからね、うん、他他ありますか まだ家族が寝ている早朝の一人の時間です夏の群馬は暑いので5時過ぎに外の草むしりをします一通り終えると朝日が昇り日の光が反射して田んぼの稲がキラキラします空気も澄んでいて気持ちが良く家に入りドリップコーヒーを入れます<ら>家族が起き出す6時過ぎまでの束の間の時間ですがささやかな一人贅沢時間ですそういうのわかるよ それはささやかなささやかなというかうん贅沢だよね,ね、うん、一番ピンときました、うん、ちょっと早起きした時のね庭にスズメがやってきてみたいな。うん うん、おいいいどっから来たたんだいみたいな, <laughs> みたいな会話をするときに、うん、あなんか今今日は穏やかだなって思ったりして、うんうん、贅沢だなと早朝の草むしりとかうわ面倒くさしんどーっとしか思えないから日中やるとめちゃめちゃ暑いですけど、まあすね、朝方やっちゃうとねすごく楽,だし楽ですしその後のまたシャワーも贅沢になりますからね朝シャワーが。 やっと来たな。やっとこう共通項がと思ったら今度合わない人も。難しいですね。なかなかね難しい贅沢っていうとその価値観だよ。ね。金払って業者に頼む方が贅沢みたいに思う。確かに。ね。ええ、住みたくトロタクさんです。ええ、私はほとんどひげが生えない体質なんですが、現在少しひげを伸ばしっぱなしにしているんです。実はこの度。 贅沢をしてちょっと高い毛抜きを購入したんですが、うん、そいつでヒゲたちを一気にピョコンピョコンと抜くために伸ばしているというわけなんでございます高いには高いなりの理由があるのでありますが、うん、この毛抜きの先端本当につまむんです、うん、細いヒゲもつまんで離さないつまんでもつるっと逃がしてしまうことがほぼないこの有能さを誰かに教えてあげたい。うん 分かるこれは分かりますね、はい、これ私ももう毛抜きでその何俺の細いひげをつまめないような毛抜きはもうなんか基準をクリアしてないとみなしますので <laughs>、うん、やっぱり本当にこう日本のね成功に作られた毛抜きは本当に逃がさないですガチっとしかもそんなに力入れなくていいんですよ。うん、力が勝手にに入っっっちゃううてていう作りになってる毛抜きは れはぜも贅沢なのかな贅沢でぜい贅沢なのかなそれを買えよって思っちゃうの1,000円超えてくる毛抜きとか爪切りも23,000円の本当岐阜のここで作りましたみたいなやつでこの前石紙の5本ぐらい買いだめましたけどあれめちゃくちゃ切れるし人生変わるんですけど3,000円かと思うと買えなくないですか いや俺300円の爪切りをちょぼちょぼ買うんだったら <laughs> <laughs> もう一発でドーンだと長持ちするんでそっち側なんですよねだからなんかささ,ささやかな贅沢やってる人って実は長いこう経済的な目線で見たらマイナス食らってんじゃないかっていうのが私の意見です <laughs> まあ確かにそれは確かにい,ますいいものを長くっていう人も確かに一定数かなりの数いらっしゃる、まあ。 お金使ってないような気がします。うん、うん。そういうことを私は言いたかったんですよ。で、ようやく言えた。<laughs> だから、ささやかな贅沢をちょこちょこやってるから、その。金がたまんねんじゃないか。<laughs> <laughs> <laughs> 贅沢じゃなくて一気にドンの方が長い目線で使わないんじゃないっていうそれが言いたかったオープニングの誤解としては、うん、あの普段から贅沢しているというふうに。って言っちゃったけど、ええ、なんかしっくりきてなかったんですけど、うん、今の説明がそうです。 スタッフ的には丸まった感じになっています <laughs> 今週の朝4月以上になります今話題のニュースを法律の観点から島田弁護士が解説するコーナーですではその後お願いしますはい。ツイッターに群馬県知事へ殺害予告男を逮捕群馬県の山本一太知事を脅迫したとして群馬県警は伊勢崎市の派遣社員の男を脅迫容疑で逮捕しました男は安倍元総理が演説中に銃撃されて死亡をした当日に ツイッターの県公式アカウントの投稿に対し次はお前だなどと送信し山本知事を脅迫した疑いがあるということです男は投稿したことは間違いないが何かしてやろうという意図はなかったと供述しています卑劣なね投稿ですよね,すねこれ兵庫県の明石市のね市長にも殺害予告があってその政治家に対してその 政治の,その主義主張が違ったとしても何て言うんですかこの暴力でその主義主張を変えてやろうという人の気が知れないんですけどこういうのはもう脅迫罪が、うん、仮にまあこの証言通りというか意図がなくてもこの脅迫罪というのはこれ投稿した時点でやっぱり確定するんですか、うん。えーす そうですね脅迫罪というのはこの相手にこういうことをするぞという害悪の部分が伝わったらもう成立してしまいます。うん、なるほど 政治家なので批判だったりを受ける必要はもちろんあるんですけど、うん、こういう殺害予告のようなものですとかあるいはなんか詐欺師とかそういう根拠のない誹謗中傷ですねこれは全く別問題なのでこういうものについては知事としても毅然とまと、あ、身体に害を加えるぞって言われたら警察に相談するべきですし、うん、あの根拠のない誹謗中傷があればこれはあ情報を開示して、えー、対応を取っていくっていう必要はあると思います。 で今回問題になるのが刑法222条の脅迫罪ですね、うん、生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金ということになります。でこれあい 相手が、まあ、あ怖いなと一般に思うようなことを伝えれば脅迫罪が成立するので、うん、実際にじゃ山本知事がすごく怖がったかどうかっていうところは関係なくてやっぱり安倍さんが銃撃されたその日に、えー、安倍の次はお前だなとか書き込みをすれば一般人であれば当然、えー、恐怖心を抱くので脅迫罪が成立するということになります。で まあこういう殺害予告だったりのようなものはもってのほかなんですけれども山本知事以前もですねあのこういう誹謗中傷のようなものも受けていてで群馬県はまあこの山本知事がそういう手続きに1年近く用意した経験だったりから全国に先駆けて群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例まあインターネット上で誹謗中傷を受けたときにまあ相談する体制を整えたりとか インターーネットリテラシととかをを向上ししてていいいきままょうねというね条例を定めていますで、まあ、県民の誰もが被害者にも加害者にもなりうるという認識のもとで、えー、表現の自由に配慮しつつ負の側面からあみんなを守っていく施策が必要ですよという条例なので、うん、こういったものについては今後、まあ、全国的にももっと広がっていくんじゃないかな広げていくべきじゃないかなというふうには思っています。うん 実際このね、まあ、いわゆる SNS を使うとすぐ遅れちゃうわけですけど、うん、こういうなんか相談っていうのは。 弁護士は増えてます、ね、そうですね、やっぱり SNS で誰もがこう発言できますし、うん、本人に簡単に届けることもできる、かつ、それが、まあ、残りますよね、ネット上に。うん、なので、それを消したいとか、誰がこんなことをしたのかとか、そこの部分については、あプロバイダーに情報開示請求をかけてっていうものもやっていくんですけど、今年の10月に、ですねちょうど改定プロバイダー責任制限法っていうのが施行されて、うん、以前より よりもおやや簡単な手続きで相手を特定したりということがあできるようになってきますので今後ますますこういう事案についてはあまあ加害者にも被害者にもならないという体制が必要になってくると思いますうんはい。まあ何かあった時にはご相談を、はい、ということも含めてですね、えー、このコーナー取り上げてほしいニュースを募集中です以上今週のニュースもう一本でした田村淳のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週はジャーナリストの堀潤さんと元徳島 県警捜査一課リーゼントデカの秋山ひろやさんをお迎えして安倍元総理銃撃事件から1ヶ月警備の問題点と事件の背景について伺いたいと思いますたくさんツイッターありがとうございます、えー、ベルガモットさんからスーパーに行かないおじさんが何を言ってるのか島田さん、えー、代弁ありがとうございます <laughs> ハート、えー、パンパンさんバンバンさんか。給料増えてないのに消費税10%なんだもん欲しいもなっても我慢してしまうよと うん、こちらカスペンさん「安物買いの銭失いにならないよう最高のものを買うのもいいよ」というあ、うん、ようやく私の <laughs> 私に寄り添って行かれる <laughs>、うん、来てくれる方がね,ねいらっしゃいました。 氷炭屋さん正直に喋っても寄り添いかけても鼻に疲れる厚司頑張れ <laughs> <laughs> そうね正直に話すことが大切だと思ってるんでね。うん、えー、また来週も正直に皆さんのお話ししたいなと思います。<laughs> 田村厚司のニュースクラブまた来週です。えらい早く終わりますね。えまだ三十秒らいあそうなんですか。<laughs> <laughs> すいませんなんかこのまま逃げ切ってやるって。<laughs> 逃げ切ってやろう感が出ちゃいましたけど。ね、ほらでも響く人にはやっぱ響いてますけど。なんか。珍しく顔真っ赤ですね、あつしさん。鼻についた人がたくさんいるんだろうな、というのもね。ツイッターを見て、何言ってやがんだみたいなことなのかな。今日でも応援の声をね。来てますから。うん、はい。時間で声を。よく読みますので、応援してください。また来週。さよなら。さよなら。